州ティビでーす。そして大川神経バランス大駒委員長の大川です。はい、お願いします。お願いします。というわけでご無沙汰しております。ご無沙汰します、はい、普段からね、大川先生にはいろいろ見ていただいたり、アクティブ部の三宅さんもね、はい、通っているという横浜までまた来ちゃいました。ありがとうございます。いいことこと、はい、はい、今回10月ということで、まあこれからオフシーズンとかなると思うんですけど、最近以前撮った動画が結構伸び出したんですよ。ああ、はい、やっぱり困ってる人たくさんいるんだなってところで、2024年版をまた撮らせていただきたいということで、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、で今回ゲストを呼びましたんで、今中学3年生でボーイズ引退して、次高校に上がる前の段階で、ちょっと強豪校をね決まってるってことで、まあ僕が今普段スクールで今ちょっといろいろ指導とかをお手伝いしてるんですけど、その生徒の子なんですけど、ちょっと腰がちょっとこう違和感があるということで、今日ちょっと呼んでますんで、埼玉から呼ばせていただきまして、翔平TV の動画を見て大川先生のこちらに来られたっていう話をちょこちょこ聞いてるんですけど、実際にお父さんも呼んでますので、実際この治療とかを受けていただいて感想とかも聞いていこうかなと思いますんで、はい、僕はもうな、困ったらもうここ行こうかなっていうぐらいの、本当めちゃめちゃ信頼してるので、ちょっと彼ね、どういうリアクションするのか楽しみなんですけど、じゃあ来てもらうか、おいで。はい、こんにちは。じゃあ、こんにちは。じゃあ名前いいですか、下の名前。みはるです。みはるくん、はい、はい、中学3年生、お願いします。お願いします。お願いします。普段からスクール頑張ってるんですよ、トレーニングとか、うん、でピッチャーもやってて、お若干どこだっけ、どこが腰のどこだっけ、腰の腸腰筋、まあその腰ここら辺、ここら辺ね、すっごい見づらいけどここら辺ね、ここら辺ね、はい、まあ、硬いんだよね。硬いです、うん、そこをちょっと岡先生にちょっと見ていただいて、はい、まあ、プラスで多分気づいてないけど、実際なんかここ以外にも、うん、なんか別のところもなんかあんま良くないよみたいなのをアドバイスをしていただいて、彼がまあ家帰って自分でもなんか実践というか、自分でケアができるような、うん、なんかそういう内容も、教えていただければと思います。わかりました。よろしくお願いします。よろしくお願いしま す, します。じゃあこちら来てもらって、はい、ちょっとベッドで寝てもらって上向きで寝ちゃいましょうか、はい、で痛いとこってちょっと指させれるかな、大体どこのあたりかな、前側じゃなくて後ろかな、後ろな、うん、あ、ごめん、うつ伏せになっちゃう、ごめんね、指させれるかな、よく痛いのこれ、あー、はいはい、このあたりかな、はい、なるほど、こっちは、こっちは大丈夫です、大丈夫、これかな、はい、あー、はい、ってことはここが痛いはず、はい、これ痛いよ、痛いっす、うん、こっちは、そっちはまだそんなでもないね、はい、はいはい、これが多分痛いはずだね、はい、はいはい、よし、そしたら今度上向きで、はい、はい、あー、はい、てるてるね、これ股関節が本来正常な位置というかはまっていると、膝小僧がちゃんとこの胸の方にまっすぐ行くはずなんですけど、押すとこれ外側に逃げちゃうんですよ。あー、ほんとだ、こう押すとこっちに逃げようとしちゃう、膝が、なるほど、なるほど、こっちに行けない、これもう股関節の位置が悪いんですよね。これもやっぱ腰痛めちゃう一つの原因です。ちょっともう外に一生懸命逃げようと、うん、確かに股関節はあんまり良くないね。これちょっと弾き返せてるから、抜いて上げて、はい、ありがとう。じゃあちょっとね、今度立ってもらって前屈しちゃいましょうか。それ痛みは、痛み、もも裏がやばい、あ、もも裏がやばいさっきのこの腰のところはどこかな、腰のところは大丈夫です、大丈夫ね、はいはい。で今度じゃあ反る動作は、反る時はまあ、うん、これで痛み出るかな、いけないです、大丈夫です、これは大丈夫ね、はい。こっちはちょっと違和感、あ、違和感があるね。今どこに出た違和感、さっきのこの、さっきの左側かな、右側、右側、右側にも出たね、はい、はいはい。こっちの時は、こっちの時はそんな、もう一回いくよ、これはちょっとだけ出る、はい、
ちょっとじゃあもう一回うつ伏せになって。今反った時は違和感が出ちゃってるね。野球してる時はどの時は腰が痛くなっちゃうかな。スイング、うん、終わった後、スイングの終わりの動作で痛みが出る。はいはい。ちょっと今ここ折れちゃう。ちょっと痛いよねこれね。はい。今お尻の筋肉が固まっちゃってるので、はい、ちょっとそこを今リリース、要はほぐしている状態ですね、やってるのは。で、これで痛みが変わるか変わらないかチェックでしますんで。よし、じゃあちょっともう一回痛くなって。これ違和感ってある？ないっす。ないね。これは大丈夫です。大丈夫。これで違和感が取れるから、痛みの原因はやっぱここの硬さ。はい。お尻の硬さが出ちゃってるから、まあ、ここを単純にほぐしてあげると、痛みだけだったらすぐ取れちゃうから、こうやって、はい、ただ、ここが硬くなる原因を今度探さなきゃいけなくて、はい、そこはちょっとね、トレーニングもしなきゃいけないんですよ、はい、ちょっとこう、猫背気味になってしまっているので、で、そうすると、総的に腰が反っちゃう。そうするとここにもストレスがかかりますし、骨盤の位置の関係も悪くなっちゃうので、で、そうすると多分腸腰筋もうまく働かず、で、この臀筋のところも硬くなっちゃうので、今痛み出ちゃってるんで、ちょっと今日ここの、要は背骨をちゃんと使えるようにちょっとトレーニングを今度教えていくんで、そしたら、チェックいろいろしようかな。ちょっと先生みたいに、まずこれがまっすぐできるか、で、まっすぐできたら 1.25 でまっすぐできるか、はい、ちょっとやってみましょう。で、ちょっとこれで体幹の安定をちょっとグラグラしてる、ね、これでいいわ。うん、これ持って、はい、肘ね、伸ばしたままちょっとこう遠くにこう頭の後ろの方に。そうそう、ああブレるね、だいぶね。よし、今度反対いきましょう。なんかやりづらさとかあるかな。やりづらさ、うん、右と左左右差ある、ね、はい。どっちの方がやりづらい？こっちの方がやりづらい。こっちの方なんかちょっときつそうだね。あ、もうこう、うんうんうん、そうっす、だいぶ崩れちゃってる。肩肘も痛くなることあるかな。はい、うん、そうだよね。もうこの時にこれがまっすぐじゃないんですよね。うんうん、だ多分手首も痛くなることもあるし、ここがまっすぐ使える、もう落ちちゃってる。はい、いいよ。そうです。で、これが今 1.25 なんだけど、大人のアスリートだとこれ多分 4キロぐらい。これが多分4キロだから、このぐらいの重さはちょっとできれるようにしないと。ピッとまっすぐのまま、このまま安定させて、ちょっとやってみようか。それも安定してやらないと、肘伸ばして、そうそう、うん、ブレブレ。で、今これがちょっと弱っちゃってるから余計安定してこないから、はい。で、体が硬いのってそのストレッチしてないとかもそのいろいろあるんだけど、結構意外に多いのは安定してない、関節と関節が安定してないから、逆に周りの筋肉を固めてそれで無理くりバランス取っちゃってる状態、はい、安定してないのにストレッチだけします、マッサージだけしますってほぐしちゃうと余計ぐらついちゃうから、はい、なんかパッとは痛み取れるかもしれないけど、こう長期的に見るとなかなか痛み取れてもまた明日痛いっていうのは、安定させなきゃいけなくて、はい、で、とにかく緩いから、安定してないから、治療よりも安定させるトレーニングやった方が痛み取れるパターンなので、はい、だからちょっとまた後でこのテストするんだけど、ちょっとどんどん今日は、ね、安定させるトレーニングになりますね、はい。Oh,
さ思いを乗せた決め玉で